皆さん、おはようございます。上野隆子の俳句 TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は4月の11日、曇りのち晴れという天気予報が出ております。そろそろね、あの桜も花吹雪になるかなというような季節ですね。だ、えー、んだん暖かくなってまいりました。 で、えー、ちょっとね花粉などもね心配な方多いかなと思いますけれども、えー、今日も今朝の1区では松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います芭蕉は生涯に千句あんまりの句を残したと言われておりますけれどもその中から毎朝1区ずつご紹介していきたいと思いますそれでは今朝の1区芭蕉132 九番目の句をご紹介いたします。くれくれて、もちをこだまのわびねかな。くれくれて、もちをこだまのわびねかな。 1681年芭蕉38歳の時の句ですそれでは解説してみますね「暮れも暮れて年の暮れになって餅をつく音であろうか山の小玉であろうか」 お正月を待って、わびしく寝ることよ。と、このように場所は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに細かく中身を見てみましょう。まず、えー、俳句のね、リズム的には、今日の句はですね、くれくれてというちょっとしたね、こう語呂合わせというか、リフレインの まああのー、言葉のニュアンスをこう重ねてて始ままっておりますちょっとこうね楽しく語呂合わせですが「くれくれて」5文字です。「くれ」年の暮れですね。「年の暮れ」そしてさらにそれも年の暮れもまた「くれて」という、えー「くれくれて」そして「もちおこだまの」と、えー、今日の句はですね「中七」もちょうど7文字。 収まっております。そして、下語。わ、び、ね、か、な。ということで、ちょうど5文字。今日の句はですね、リズム的には、5、7、5と、ちゃんと3つのフレーズが17音、17文字にきっちり入った、整った句ということになっておりますね。それではさらに、中身なんですけれども、えー、まず記号、季語。季語は、今日はですね、 暮れというのも季語なんですけれども、年の暮れとはっきりね、わかれば、えー、年の瀬、年の暮れ、年末。えー、はっきりわかれば、これはまあ季語と今の時代ではね、なるんですけど、えー、これは暮れ暮れてでいろんなことがこう、掛け,け合わされてるっていうんですかね。えー、ですから、はっきりこちらは季語とはどうでしょうかっていう感じなんです。 じゃあ他に何か季節を表す言葉あるかっていうと、餅となるんですね。これが、餅というのは、案外お正月かなって思っちゃうんですが、これはね、餅は、餅をつく、つきたての餅というのは、年用意、今で言えば、年用意、年準備、年の準備のために、 餅をつくという、餅つきっていうのがありますよね。まあ今、機械だったり買ったりいろんな方法はあっても、お餅を準備するのは年末なんです。年末の年老いの、えー、一つのその代表の季語となっております。ですから 餅というだけで、餅つきとまで言っていなくても、俳句の場合には1年間のうちで、一番それが如実に餅って言ったら、新しいお餅って言ったら年末っていうのが、えー、まず代表と言われていて、冬の季語とされています。ですから、この場合にはね、くれくれてがちょっとね、こう掛け合わされていて、言葉的には季語ってはっきり言いづらいので、 餅を季語として冬の句ということになります。そして深い意味的には、くれもくれて、本当に年末ですということになるんですね。ですからこれは大晦日のことを言っているのかもしれませんね。あと一晩寝れば、お正月が来るというような意味合いもこもっているのではないかと思います。そして中七。 餅をこだまのときています。ですから、こだまも餅がこだますると言ったら、もう昔は餅つき。餅はつくものですから、粉でね、練るお餅も相当昔からありますけれども、こだますると言ったら、餅つきですね。こう、きねで、トン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 ついている。餅つき。 ななななんんていう気軽なももじゃいいかもしれないですね大きなこう昔ながらのこうすときねっていうんですかでやっていたかもしれないお正月を迎えるための餅つきですからいつになくこうにぎやかにこだまして餅つきのこだましてね餅の餅をつく音が、えー、響き渡っているということになると思いますそしてそんなさなかに えー、私は一人で草案で、わびねかなとなっております。あの、場所はね、一人で、えー、俳句を極めるために、深川の場所案、今で言う場所案ですね。えー、昔は、えー、草案と場所は自分ではよく俳句では読んでおりますが、えー、そういう、まあ、つましい、その、わびしい自分の、えー、いよりですね。で、 えー、もうすぐお正月を迎えるんだけれども餅つきで外はにぎやかだけれどもこだましているけれども自分はここでつましくわびさびを味わいながら一人で寝ようじゃないですかちょっと一人ぼっちが寂しいですねというようなわび寝、ね、とされています。 まあ、場所はねいろいろ定かではないんですがこのいおにいた時期というのが、えーまあ、一人で住んでいたということに記録では、まあ、なっているんですね場所というのは、まあ、家族も子供もいるんですが、まあ、そ,のその定かあまりあのはっきりしたことが細かいことが分かっていないんですねまだですから草案にとにかく住んでいた時期というのが ある程度の期間あるというのははっきりしておりましてこの38歳の時期は、えー、そこに住んでいたというのははっきりしているんですね。ですからそこであの暮れの年末、えー、にぎやかに外は餅つきがこざましてにぎやかに餅が疲れているんだけれども自分は一人草案で寂しくふて寝をし,しようじゃないですかと。 というようよなね、自分はお坊さんですから一人わびしく寝ようじゃないですかというようなねまあ「くれくれて」と始まってますから少しこうコミカルというかそれをまた楽しんでいる場所の気持ちが表れているのではないかなと思います。まあ、わびねというのは寂しい一人寝というかね 草案でのつましい一人のわびしい,、えーびしい,えー、いやね侘しく寝ることなんですけれども、えー、うーんまあそのくれくれてっていう風なね始まり方もあって、まあ、お坊さんですから自分の畑ではないお餅が取れて賑、えー、やかできっとそのうち誰かが持ってきてくれるから。 私は一人でここで寝て待ってましょうみたいなそういう気持ちも含まれている始まり方じゃないかなと思うんですね。えー、そんな感じで、えー、今日の句は、えー、読み取りました。それでは、えー、もう一度最後に場所百三十九番目の句をご紹介いたします。くれくれ もちおうこだまのわびねかなくれくれってもちおうこだまのわびねかな1681年、場所38歳の時の句です。それではまた明日。バイバーイさよなら